どうこのメガネ、ちょっとかっこええと思うねんけど。そや、今日なちょっとな、うちの主人がな、この間っていうかまだいぶ前やねんけど、中国行った時にな、中国の人から聞いてきたっていうな、夫婦円満のな秘訣としてのな、夫の心得五箇条いうの今見せられてんや。ちょっとそれ紹介するわな。一つ、朝は鶏のように早く起きて食べ物の用意をすべし。二つ、羊のように優しく。三つ、犬のように忠実で。四つ、牛のように頑張って働き。五つ、妻の作った食事はまずくても豚のように食べる。この五箇条やねんな。これな、中国の人が教えてくれたらしいんやけど、夫婦円満を望むなら、夫はこういう心得でおりなさい、という五箇条やねん。どな思う？こんなんできる？せやな、わし、オスやねんけどな、ちょっとこれはしんどいかな。三つ目にな、犬のように忠実でってあったんや。これはまあいけるかなと。要するに、嫁にね、忠実であれいうことやん。嫁が右向いとけちゅうたら右向いて、これ買うてこい言うたら、その通り買いに行って、じっとおりなさいって言ったらその通りおって、はいおてーって言ったらおてして、はい私の後ろに回ってって言うたらその通りすんねん。まあそれぐらいやったらできるか思ってんだけどな。夫の心得五箇条、どない？一回その気になってやってみへん？嫁はんの忠実な犬になったり豚になったりな、いいんちゃう？こんなんしてたらそら夫婦仲良いけるわな。まあそやな、なまあおすすめ参考までにな。ほんなんな。